どうも、龍神チャンネルの宮ちゃんです。あっ、ジャキさんです。龍神です。今回は久々のグラブ紹介になります。イエイイエイ使う。あの、なんか、ようちゃんがですね、ちょっと前にね、あのグローブをオーダーするっていう話をずっとしてて、なんかこの前、届いたという話を聞きまして、ちょっと持ってきてもらいました。いろいろアドバイスをいただいて、じゃ早速ちょっと行きましょうか。ダダンはい、水のプロの公式公式の、BSS ショップ限定のオーダーグローブになります。チローモデルでこんな感じの、中が青っすね。ザキさんが触れました。イチロー選手の、モデルにつくプラチナロゴが、はい、この立体的なやつですね。 BSS ショップの限定のオーダーにのみつくタイプですね。まあ補給面なんか赤、赤レッド、レッドで、背面がこれはナチュラルラインです、ね、ナチュラルラインです。これなんですか。そう、それ何、あ、一緒一緒何レモン、何レモン、何レモン、何ハニーレモン以前は多分背面が白で補給面がナチュラルライン、ナチュラルレモンナチュラルレモンナチュラルレモン今度は補給面が赤で背面がナチュラルレモン違う、ナチュラルライン、ナチュラルライン。ああ、と紐はオレンジ、ビターオレンジだ。ああ、なんかわりかし最近出た色だ。裏側が青、ブルー、ブルー。なんかなんで青にした。映えるためですよ。映えるため、やっぱ補給面、やっぱ赤と青って、まあ、正反対の色で映えるじゃないですか。ああ、でも目立つというか。でもウェブは黒なの。黒です。おお、アブアブソーバーなんちゃら、なんちゃらショックみたいなそういう色ショック2回です。ああ、ウェブの種類ですね、これっすね。いろんな名前があるんですよ。ショックアブソーバーっていうシリーズなんですけど、でこのウェブからベロ部分を黒にする。でヘリカーもビターオレンジ。ヘリカーがオレンジなんですよ確か。あ、あ、選べないのか。いや、なんか違うようにし、分かんなかったんで、オレンジの差の違いが。あ、大差ないって言ったんで、目立つ方、紐はまあオレンジでもビターオレンジでも変わらないだろうみたいな感覚でやって、だからオレンジ派手めの方にしたんですよ。やっぱこだわりはこのイチローモデルにすると、まあ、水野のランバードが銀色になるってなって、ああ、プラチナロゴね、プラチナロゴ、それをどれだけ映えるように考えた時にやっぱり黒、まあ、いいんじゃないかっていうことで、ここをウェブのところとベロ部分を黒にした。お、ザキさんどうする。問題はそこに愛はあるのかそこに浅田信愛はあるんかこれ著作権引っかかってるダメだ使えないやつだね。まあ、自分でも結構ハマったなっていう感じですね。で、なんか今までの量のグローブ、歴代のやつらいるやん、はい、結構シンプルイズベストみたいなところがあったけど、今回は結構攻めてるね。2色ぐらいしか使わなかったんですよ今まで、うんうん。まあ、そんな歴代のグローブをちょっと持ってきてもらってるんですけど、ハニーレモンミスドにありそうなやつハニーレモン、これが内野手用、内野手用っすね。ブルーハワイかき氷のやつこれも公式用だよね。公式です。いや、なし買ったことないあ、これもなんか久々に見たな。これ使ってるところなんか1回ぐらいしか5年前に1回ぐらいあるワンシーズン通して2、3回あるぐらい。でもこれもなんかシンプルな感じですよね。ブルー一色で紐がホワイト、まあ、シルバーです。こちらがピッチャー用、これも赤だね。これは赤でピッチャー用で、これもまあピッチャーだからね、シンプルなあれになっちゃうんだけども、まあ、赤一色で試合では一度も使ったことない。なんか信号機みたいになってるけど3色合わせたらなんか、あ、そういうフラグなのね。激戦の選手たちがフュージョンして、そうですね、これになった、はい、もう黒はどこから来たのかわかんないけどあ、黒は今回新しくあ、黒もあった黒もあります、ね、これローリングスのこれも公式。いや、これは軟式用。これ軟式用なの。これも、まあね、別のチーム、まあ、普通の、まあ、既製品ですね、はい、オーダーじゃなくてすぐ使います。4色が合わさって合わさってそれになったということで、ね、じゃあこの4つはもう不要ということで、あのプレゼン、嘘だよ
総合計多分やばいっす。これだって6万ぐらいするじゃん。6万っす。これだってだって6万ぐらいするじゃん。いや8万じゃんか。こっちが7万6万なんぼ7万なんぼ7万9000です。これ間違った。税を尽くしてる。グローブにそれだけかけてるということは水野にとてつもないこだわりがある。水野に投資したい。水野やっぱいい。いやなんか持ちいいような気がしません、水野って。ああっていうかそうだよね。今使ってる量のガヤ用も相当な。そうっすね。ちょっとグラブ紹介かなり前ですけど中3っすね。あ中3か。旭川南高校が甲子園行った時です。あーこれもね結局全然手入れしてないって言ってた割には破れてない。一回も張り替えたことないし。13年目か。あー持ちがいい。ただちょっと重いっすよね。でも これ結構軽いっすよ。あーそう、ね、全然違う。全然やばいぐらい違う。同じ公式なのにこんだけ違うんだろう。だいぶなんか泥とか愛とか。愛とかちょっと愛は重いかな。愛がちょっと束縛しすぎたかな。束縛耐え忍んでます。耐え忍んでます。束縛好きよみたいな。でこれを経てちょっと軽くなった。浮気したんです。お前もう重いから逆にみたいな。プラチナ映えてますね、黒にして。いや内野では絶対作れないロゴなんで。内野でイチローモデルないですか。ちょうどね、イチロー選手も引退したし、なんか記念になるなみたいな。でもなんか水野の皮ってなんか俺最近の水野のグローブに対してあんまりいいイメージを持ってなかった。既製品すんげえふにゃふにゃだし、公式用なのになんかポケットすっげえ柔らかくて、これすぐダメなんじゃないのかなみたいな感じだったんですけど、オーダーはやっぱり最強なんですよ。いや本当に同じ水野なのっていうぐらいすごい革質はやっぱりオーダーグローブがすごいいいですよ。乗せるとこ。まああといろいろね刺繍も入れて、こっちのみーちゃんと入ってるんですけど、うちの猫今年死んだの3月。あーあのラインのトップガイになってる。あそうそうそう。あトップガイ出してもいいですか。死んじゃったんで。あ、まあ、忘れないために。はい。でこの刺繍の配置もまあいろいろ聞いてくれて。バランスよく。いや、ね、そうやってわがまま聞いてくれるってことはやっぱ関係性ができてるスポーツじゃないですか、うん、皆さんもわがまま聞いてくれる。まあダメなわがままはダメですけど、あのこれぐらいちょっと話聞いてほしいとかそういうの聞いてくれるお店に行った方がいいんじゃないかなと思います。なんかあと紐の長さとかもね。ああ確か長く、まあ、ちょっとしか変わんないらしいんですけど。あそうです。結ばないでくれもできる、ね、はいはいはい。確かね長くしたんですよ。外野なんで、ここの長さを調節する人とそうじゃない人がいるんで、広げる人と縛る人がいるんで、意外とこういうところがあるじゃないですか、はい、だからちょっと紐を量を使うんですよ。量を使うっていうか長さが長いんですよね。で内野はこうここ広げたとしてもまあ限度があるじゃないですか。外野はやっぱりある程度余剰がないと。はい、ということで今回はまあ、りょうちゃんがグローブを作ったということで、水野プロのオーダーグローブを紹介させてもらいました。またなんか他にメンバーのいいグローブがあったら紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。